皆さんこんにちは、南砺市障害青年部です。本日は南砺市稲美の才川造園さんにお邪魔しております。確かこの辺りで才川健也君と待ち合わせの予定なんですが、彼は一体どこにいるんでしょうかね。吉田君、おお、遅いよ。ちょっと遅すぎて剪定してたよ。ごめんごめん、もう朝から一仕事終えてスキルしてますね。ありがとうございます。もっと高いところ登れる？あ、登れるよ、全然。あ、じゃあちょっと登ってください。わかりました。それじゃあ、よし、じゃあ何してんの。え、もう早く降りてきてよ。わかった、今降ります。久しぶりやね。ね、久しぶりだね。うん、今日は天気いいから、ね、仕事もはかどるね。やっと春になって暖かくなってきたからね。うん、いや、うちの木もさ、うん、もうボーボーでさ。なんで下見たの？いや、ボーボーでさ。あ、そうなんだ。じゃあ剪定したいなと思ってるんだよね。うん、そういう人が多いよね。じゃあ健也くん、剪定の仕方、うん、教えてよ。お、いいよ。でもちょっと言い方うざかったから5万円ね、レッスン料。ロセンキュー。あ、はいはい、すげえ、ぽいぽい。それじゃあどういう剪定の仕方を教えてほしいの？いや、うちのさ、うん、まあ、こういうのとかが、まあ、ボーボーで。なるほどなるほど。まさにこれの剪定の仕方をちょっと教えてほしいかな。ケースでない感じだよね。うん、このオーバサミを、うん、ここに合わせてちょっと押さえつけるような感じ。ははは、こうやってちょっと飛び出てるやつをちょっと押さえつけながら、そうそうそう、ちょっと丸い形を作って、形作ってあげるような感じ。ちょっとやってみてよ。なかなか、いや、バリカンあるんかい。大体バリカンかな。今はもうなんかあんまり大場さんに使わないかもしれない。バリカン、危ないから離れてもらって。あー、でも早い。あー、これはでも綺麗な丸になりますね。これはおー、なかなかかな。すごい綺麗な丸になりましたね。あ、ちょっとここ出てますね。あ、お願いします。綺麗な丸になりましたね。はい、すごい、さすが造園屋さん。ありがとうございます。そしたら雪釣りとかはどうしてるの？雪釣りも全くしてないです。せっかくだから、じゃあ雪釣りの、あ、ぜひぜひやっていきます。お願いします。はい、これせっかくだから、タゲ立ててみよう。あ、これを、ああ、これを、うん、これ道具用意してるから。そうそう、この青竹を切って、ね、あ、切るところから。切るところから。おお。そしたらまず元と末があるんですけど。元と末、竹が生えてるじゃないですか。はいはいはい。根っこのところと先っちょがあって、あ、はい、先っちょの方が細くて弱くなってる。あ、だからこの節止めって言って節で切るんですけど。ほうほう。節は硬くないですか？そうなんですよ。節が硬いから細いところでも強度が増すから、杖は節止めをするんです。ほうほう。ちょっと切ってみようか。ほいほい。じゃあ切ります。はい。そしたらここが、あー、なるほど、節になってるから、硬いと。はははは。で、これを4本作ってください。4本、同じなので。同じなので、はい。そしたら4箇所穴を開けて、切ったやつをハンマーで軽く叩いて差し込んでください。なるほど。これはできるだけ綺麗な四角になるように。そうですね。これを縛ります。これを縛る、縛るのは得意です。ご自宅で縛ってるのかな。男結びって知ってる？男結び、角結びって知ってる？なんかいやらしいやつ。いやらしいやつ。いやらしいやつだ。いやらしいやつかな。これがね、多分これだけでね、小1時間かかる。1時間。この縛りした1時間。まず
そこまでわかる。はいはい、丸っこい、はい、上にしてね、はい、上に来て、はい、そしたらこれを長い棒ぐるっとぐるっと球みたいな形、そしたらこの出てる今最初のやつを下から通してこの輪っかにもう一度入れます。それを押さえてこの先の丸を引っ張れば、おお、こんな感じです、はい、これが基本、全部基本ですね。これが基本、基本です。これぐるぐるっと、うまい、これ割ります。これもう割る、割ります。間に、竹と竹の間に割って入れますね。そしたら強く、縛りが強くなるから、うん、縛りが強くなるね、大事ですよ、はい、縛り大事、はい、竹も喜んだよね。そしたら男結びをします。はい、ここで男結び、はい、さっき教えたの、やってみる、はい、あ、ちょっとやってみます。これを違う、ちょっと痛い、強い違う、違う、違う、こう、ちょっとこの左手のこれを輪っか作る、あ、ここで輪っかを作る、あ、もう忘れた、こう引っ張る、引っ張る、引っ張る、ギュッと、はい、ギュッと、あ、これが男結びで、そうです、そうです、ゆるいけど、ちょっとやっぱ最初は慣れないとね、どうしてもゆるくなっちゃうから、すごい慣れてくるとね、これだけ、これ短くてもできると、きつくなって、きつく縛れるからね、あ、あ、きつい、きつい、きつい、きつくなってるでしょ、きつきつ、これだけやっておけば一冬越せるということですね。まだ完成じゃないんです、あ、これまだ完成じゃない、あ、まだ完成じゃないか、この縄を垂らしてあげて、下を、お、そうそう、下をね、ぐるっと、ぐるっと、すごい分かんないな、手際いいね、さすが、いや、毎年やってるからね、年間管理させていただいてるお客様の庭が100件ぐらい、おー、100件毎年やってます。あのポイントはやっぱ雪のこの重みに耐えるようにこれ下からこれ支えてあげる、引っ張ってあげてますね。これ雪釣りっていうのは、まあ、雪の降る地方ではどこでもやってることなんですかね。骨折したよ、大体やってる、この辺特に北陸は有名ですよね。有名ですよね、そういうことね、兼六園の雪釣りとかね、毎年テレビでやってますもん ね、 そうですね、これで完成ですね。おお、完成できた、はい、ちょっと形もともと悪いあれだったからはみ出してる、なるほど、いや、でもやっぱりこれ雪の重みにも耐えるし、やっぱり見てもね綺麗です ね、 そうですね、見栄えが、見栄えがいいですね、うん、これぜひご自宅の庭の管理もちょっと挑戦してみてください。なかなか大変ですね、これは。なかなか素人がやろうと思ったら、その時はね、ぜひうちに才川造園、才川造園さんご依頼ください、はい、いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。難しいけど、よかったよかった、楽しかったですね。まあ、ちょっと家でもやってみたいと思います、うん、ちょっと自分のお庭に、お家のお庭に興味持ってくれれば嬉しいです。そうですね、はい、才川造園土木さんはここでご商売始めてどれぐらい経つんですか。僕が3代目になる。あ、3代目。祖父がやりだしたのが50年ぐらい前ですかね。50年前、はい、で法人化したのはまたちょっと後になる。なるほど。なんか、ね、年間どれぐらい造園のお仕事とか。そうですね、一応やっぱり祖父とか父の代で作ってきた日本庭園みたいなものが150件ぐらいあるので、今はそのお庭の管理とかをメインにしてますね。なかなかやっぱり今大きいお庭ってみんな敬遠されるかな、造園の仕事減ってきてるのが現状かな。なるほどなるほど。契約
くんなりのこれからの何かビジョンっていうか、そのなんかこれから始めようと思ってることって何かあるんですか？そうですね、やっぱり若い人にお庭に興味を持ってほしくて、でそれどうすればいいかなって考えた時に、やっぱりみんなインテリアとして緑を屋内に取り入れるって、ほう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 、だから観葉植物の取り販売を行おうかな。なんか若者でもとっつきやすそうな感じですね。そうですね、一応ここを全部撤去してガラス温室を建設します。ここで、はい、ここで買えるんですか？ここで販売します。販売して、はい、あ、それいつから販売されるんですか？一応、今年の6月から7月、8月、夏の間にはオープン、皆さんに提供できるような形に持ってきてます。なるほど。一応今年間150トンぐらい剪定とか伐採した材木を処分してるんですけど、それをちょっと薪ストーブにして、冬の暖房設備に活用したいなと。なるほど、なるほど。猫ですね。そうですね。そうですね。いっぱい向こうにも端材みたいなのがありましたからね。せっかくの資源。なるほど、なるほど。ぜひ買いに来てください。奥さんプレゼント。奥さんプレゼント。あと神さんと、はい、神さんと買いに行きます。あ、ぜひぜひお願いします。はい、お願いします。はい、キヤン君、今日はありがとうございました。はい、こちらこそ。おかげさまで雪釣りのリーベングができましたんで、はい、まあ、今年の冬はまだ自分でやってみたいなと思います。そうですね、はい、ぜひ自分のお庭に興味を持って触ってみてください。はい、それでは最後に一言お願いいたします。はい、西川造園では皆さんの緑を、守るような仕事をしています。お庭の造園、それから施工管理を行っておりますので、何かわからないことがあればご気軽にご連絡ください。はい、では、最後に恒例のあれ行ってきましょうか。行きましょう。はい、行きますよ。地域に輝け、ランチューブ。いいね、チャンネル登録もよろしくね。